皆さんこんにちは、ミーレジェンド大林です。今回はですね、ディレクターからの質問で内転筋を鍛えるおすすめの種目を教えてくださいということでですね、この内転筋のおすすめ種目を3つご紹介したいなと思います。よろしくお願いします。まず内転筋、どこの筋肉かというと内ももの筋肉です。特に女性の方がよく気にしてる部位かな。内ももちょっとたるんできたとか、内ももなんか太くなってきて引き締めたいんで内転筋鍛えたいですっていう方が多いかなと思うんですけども、男性の方でも特にボディービルダーみたいな足を見せるような競技者でこう足を太く見せるために内転筋を鍛えたい方もごくごく少数ながらいたりしますけれども、まず種目を紹介する前に、まず内転筋ってどういう動きをするときに使われるのかっていうのを解説していきます。内転筋に限らずですね、この部位を鍛えたいと思ったときにまずですね、気にしてほしいのはその筋肉がどういう動きで使われるのかっていうのを、面倒でもですね一回ちゃんと調べてみてください。鍛えたい筋肉の動き、機能を知った上でトレーニングをするだけでもですね、全然効率が変わってきますので、しっかりですね筋肉の働きというのを簡単にでも構いませんので、しっかり調べた上でトレーニングをしていただくというのがおすすめです。で、早速内転筋の説明に入っていくんですけども、内転筋、内転という言葉が入ってるぐらいなんで、股関節の内転という動作で使います。どういう動作かと言いますと、開いた足を閉じる、この動作ですね。よくジム置いてありますよね、アダクションとかね、アブダクションとか言いますけども、そういうマシンで鍛えられるんで、開いた足を閉じるという動作で使われるのが一番メインの動きになります。まあ、補助的にではあるんですけども、ももを上げたりとかですね、逆にももを上げたところから下ろしていくような動作、股関節の屈曲とか伸展とか言いますけども、補助として使われることもあります。あくまで補助なので、メインは股関節の内転、開いた足を閉じていく時に使われるというふうに覚えておいてください。ではですね、この動きを踏まえた上でおすすめの種目3つ紹介していくんですけれども、実はですね、私個人的にはあのアダクションのマシンっていうのはあんまりおすすめではないなというふうに考えてます。まあその理由もね、おいおい話していくんですけども、おすすめの種目1つ目なんですけども、ワイドスクワットです。スクワットを足を大きく開いてワイドスタンスでやることで、股関節の内転の動き、足を閉じていく動きが大きくなるので、それだけですね、狭い足幅でのスクワットに比べて内転筋が使われやすくなります。で、2つ目がスモーデッドリフトという種目です。これも足を大きく開いた姿勢でのデッドリフトになります。これもワイドスクワットと同じ理由で内転筋がよく使われるようになるのでおすすめです。3つ目、最後なんですけども、コペンハーゲンプランクと言います。3種目のうち唯一自重でできるトレーニングになりますので、ご自宅でもやっていただきたいんですけども、見た目よりもですねかなりきついです。きついトレーニングなので、ぜひぜひね挑戦していただきたいんですけども、まあなぜこの3種目がおすすめなのかという理由を説明していくんですけども、単純にですね、高重量、大きな重量で鍛えられるからなんですね。筋肉なんで負荷が強ければ強いほど効率よく鍛えられるということで、重たい重量でトレーニングができるワイドスクワットとかスモーデッドリフトというのは内転筋を鍛えるのにも非常に有効です。内転筋だけではなくで、前ももの筋肉とかもも裏の筋肉、お尻の筋肉なんかも一度に鍛えられるので、アダクションのねマシンで内転筋だけ鍛えるよりも一度の動作でね、よりたくさんの筋肉を鍛えられて効率が良くなりますので、ワイドスクワットとスモーデッドリフト、この2つはおすすめをさせていただきました。まあ、コペンハーゲンプランクなんですけども、まあ、これは内転筋だけじゃなくて腹筋とか背筋みたいなね、体幹も一度に鍛えられるということもありますし、器具がなくてもどこでもできるんですね。まあ、椅子があればできるトレーニングですので、まあ、ご自宅でも手軽にできて、それでいて非常に負荷が高いということで、このコペンハーゲンプランクはおすすめをさせていただきました。この3種目を中心にですね、内転筋鍛えたいという方はトレーニングしていただければいいんじゃないかなと思います。そして最後に一つだけですね、お伝えをしておきたいのが、特に内ももを引き締めていきたい女性の方にお伝えをしていきたいんですけども、内転筋を鍛えたところで内ももは引き締まりません。まあちょっと語弊
弊があるといけないんで詳しく説明しますけども、引き締めたいところの筋肉を鍛えたところで、鍛えたところの筋肉がどん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 こう細くなっていく、鍛えたところの体脂肪だけどん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 落ちていって引き締まっていくみたいな部分痩せっていうのはもうできないと思っておいてください。こう部分痩せの定義にもよるんですけども、運動初心者の方とか、まあ、趣味で運動していてちょっとこうダイエットしていきたいなっていう方が考えているような部分痩せ、まあ、腹筋をしたらお腹がどん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 引き締まっていくとかですね、内転筋を鍛えたら内ももの贅肉がどん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 取れていって引き締まっていくというような部分痩せというのはできないと思っておいてください。ただですね、引き締めておきたいところの筋肉をしっかりと鍛えて使えるようにしておくと、それだけですねトレーニング全体の効率も良くなりますし、体脂肪の量が同じであればですね、筋肉量が多ければ多いほど、まあ、引き締まって見た目的にはね見えるということもありますので、トレーニングすること自体はすごいいいことでぜひぜひやっていただきたいんですけども、いわゆる部分痩せを期待しすぎるのはやめてくださいねということはお伝えをしておきたいなと思います。それでは今回は内転筋のトレーニングについてお話をさせていただきました。この動画が良かった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもですね、ここの筋肉の鍛え方を教えてくださいとか、おすすめの種目を教えてくださいというようなことがあればコメント欄に書き込んでいただければなと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。